数々の歴史に残る名勝負が生まれたダーツライブ TV。 その新たな戦いは、日本全国のダーツファンからあなたが見たいドリームマッチを募集。1000通を超えるリクエストの中から5つの戦いが実現。同い年のライバル対決、新進気鋭の女子プレイヤー対決、男女絶対王者ペアのダブルス対決、世界を取った男女チャンピオン対決、日本プロダーツ団体トップ対決、トッププレイヤーたちのドリームマッチ、ダーツライブ TV マッチ2020マッチ2。新進気鋭の女子プレイヤー対決が実現。坂口幸恵 VS 牧野桃香。日本のプロツアージャパンで活躍中の坂口幸恵、2019シーズンはレディーストーナメントで3回の優勝に輝き、年間ランキング3位となる飛躍を遂げた女子プレイヤー。牧野選手とはプライベートで、どっかのお店で、あ、お疲れ様ですっていうやり取りくらいしか人気もあって実力もあるし強い、試合ではあると思うんですけど、イベントごとなんで楽しくできたらなって思ってます。対するは日本のプロツアーパーフェクトで活躍中の牧野桃香。2019シーズンは女子トーナメントで年間ランキング8位と躍進。ダーツのみならず歌手や声優もこなすマルチ女子プレイヤー。坂口選手はすごい可愛いんだけど、ダーツが真っ先に上手い方から先行してるっていう選手だと思うんですよ。そうですね、公式な試合は一度もないですね。なんかこんな状況の中で久しぶりに皆さんに試合を見せられる機会なので、あんまり不安にさせないようなダーツができたらなと思っております。ダーツ界注目の20代女子対決、光り輝く勝利はどちらの手に。ダーツライブ TV マッチ2020マッチ2、選手の入場です。まずはプロツアージャパンで活躍、坂口幸恵。対するはプロツアーパーフェクトで活躍、牧野桃香。それでは2スローをお願いいたします。これからマッチ2が始まります。ここから試合の模様を引き続き私実況新谷健太郎と解説にダーツ界のマルチプロデューサー小田川克美さんを迎えてお送りしていきます。小田川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらもまた注目の一戦ですね。そうですね、2人とも対戦したことがないんですよ、なんで、どういう戦い方になるのかっていうのは本人たちも分かってないと思うんですよね。はい。で、どういう攻め方って大体ね、戦ってると分かるんですけれども、探り探りになる可能性も出てきますよね、この試合も701クリケット、クリケット701、そして5レッグに関してはチョイスというふうになっております、はい。この初対決というところもあり、そしてまた今年は大会が少ない中というところもあり、いろいろあると思いますが、少ないというか大会なかったわけですからね。そうですね、先ほどの第1試合なんかもちょっと立ち上がり両選手のところありましたが、こういうマッチ、イベントマッチっていう1試合目ってやっぱり空気感というのもありますし、はい、非常に立ち上がりは難しいですよね、2人がどう入ってくるかというところを見ていきましょう。センターコークからスタートしていきます。坂口の方が去年のジャパン2019シーズン年間ランキング3位、シーズンでいうとステージ6、ステージ8、ステージ9、この優勝があります。牧野の方はパーフェクト2019シーズン女子年間ランキング8位、2019シーズンはパーフェクト第5戦と第9戦で3位に入っています。両選手実績はもう十分ある中でと。そうですね、ただ坂口選手の方が優勝経験があるんで、はい、そこはまだ差は大きいと思いますけどね。なるほど。
さあ坂口が先行でスタートしていきます。なりました。それでは参ります。マッチ2、坂口ゆきえ VS 牧野桃佳、ゲームオン。マッチ2がスタートしていきます。まずは701のゲーム、坂口の先行です。701は最初の入りが非常に難しいので、はい、ここで、まあ、ハートトリック狙いだとは思うんですけどもね、どれだけ自分のこうブレーの入り方がいいか悪いか、この気分が変わってくると思います、はい、一つ下に取れました。ただ最初からインナーブレに決めてきたのは坂口の方です。対する牧野も2つブレに入れてきています。ここからがちょっと変わってくると思いますよ。はい、やっぱりこの2回目というところは なかなか違う部分になってくるんですか。そうですね、2ラウンド目4ラウンド目っていうのが結構その日の調子を測るのに意外と重要だったりするんですよね、はい、今牧野選手の方が、まあ、点数的にというかブルの、ヒット率に対しては高いですけれども、はい、まだまだ全然あの坂口選手も先行という優位性がありますからね、はい、ちょっと苦笑いが見えるでしょうか坂口。これは坂口選手にとっては、はい、ちょっと楽な展開になりましたね、はい、じりじりと。ここでブル2本欲しいですね。ここで来ました。まあ5レッグありますから、どこまで調子も上げてくるかというところにも。そうですね、どうなんでしょう、この選手たちっていうのはある程度5レッグっていうところを見せて戦っているのか、それともまず今この1本というところなのか。もうワンマッチの場合には、はい、例えばこうツアーの場合には変な話、まあ、1レグを捨ててというか、それで相手の調子を見たりとかすることもできると思うんですけど、はい、逆にその1レグを捨てることによって相手乗らしちゃう場合もありますし、はい、特にあの先ほど言ったように対戦経験がないので、お互いにどうやったら乗ってしまうのかっていうのも分かんないと思うんですよ、うん、これでフィニッシュ圏内に入ってきましたね、はい、先行の坂口、フィニッシュ圏内、かなり有利な展開にはなっていると思います、はい、牧野選手はここでフィニッシュ圏内に入ってこないとかなりきつい展開ですね。120まで来ました、はい、ただ坂口選手がミドルオフなんで、はい、ブルからか、あ、16から16を取りに来ました。20トリプルを外しています。で20ダブルですね、来ました。坂口決めています。ファーストレッグ先行の坂口がキープしています。いかがでしたでしょうか、まずファーストレッグ。まあ、削りはあの本人 の, あの本来持っているスキルっていう形ではなかったかもしれないんですよね、はい、本人的には納得いってないかもしれないですけども、あのちゃんとあの上がりを引っ張らずにちゃんとオフできたっていうのは素晴らしいと思います、はい、このゲームは小田川克美さんの解説でお送りしています。ここからクリケット、すでに20オープンしています。
19オープンです。いい入り方ですね、はい、あ、素晴らしいですね。いいんだベッド。まあ、坂口選手1レグ目取れて、はい、それでちょっと安堵の感じなんじゃないですか、うん、おお、ここも来ます。20トリプル、20クローズ、18トリプルいくかそのまんま加点しにいくか、うん、3つ入れてきました。かなり集中力高めてきましたね坂口。そうですね、確実に最後の3本目加点にいったということは確実にこのレグも取りたいということです、はい、相手を、乗らせる前に勝負を決めたいという形でしょうね、はい、うん、19トリプルの確率ものすごいいいですね。ここもです。狙いは外れました。ただかなり精度坂口の方高まってきています。そうですね、19トリプルの確率がかなり本人的にも入り方がいいので、今18で牧野選手が頑張ってますけれどもそんなに怖くはないかもしれないですね、うん、今の展開では。さあもうここはクローズに行くでしょうか。狙います。これもクローズ行くと思います。確実にシングルでクローズしました。これでかなり優位となってきましたね坂口。そうですね、これで17トリプル入らなかったので、はい、かなり坂口選手の優位性はかなり高くなっていますね、これで加点もいけますし逆に走ることもできますし、はい、あでも加点重視でいってますねやっぱり、うん、じゃあこのレグも確実に取りたいっていうのが見て取れる戦略ですね、はい、19、17坂口が取っています。この攻め方されると辛いんですよね。あその先行的にというかゲームの中で今坂口選手が先行している状態 で、はい、で坂口選手が無理をしないというかギャンブルしてこないんで、どんどん牧野選手は辛い状態になっていくっていう状態ですね、はい、坂口16も抑えています。こうなると逆に牧野選手はこう気持ちを切り替えるのをどこでできるかですね、はい、さあ15取りました。あ、決まっています。第2レッグクリケット牧野先行でしたが坂口がこれでブレイクしています。勝利まであと1レッグ。ここはかなり坂口が調子上げてきたというところになりました。そうですね、やっぱり優勝経験もありますしね、試合巧者には変わりませんからね、牧野は一つでも返していきたいですね。そうですね、突破コードになるのはこの1レグ目のこの1ラウンド、あ、1レグ目じゃない、この1ラウンド目だと思います、はい、まず20オープンしたのは坂口。19オープンしています。牧野の方は特にこの心拍数下がってきています。右下の水色の数字まで下がってきました。まあ、気持ちは落ち着いてきているというところも伺えます。そうですね、ここで20トリプル取れるのは大きいですね。さらに取ってきます。やっぱりクリケットの場合には
二重トリプルを優先的に持ってる方が圧倒的にやっぱりゲームプランとしては簡単に作れますからね。はい、で坂口選手が先ほど19トリプルのヒット率が異様にシュート力がものすごく良かったんで、ええ、かなり辛い展開にはなってると思います。うん、あとここは19、これで18の方に走るのか確実に20トリプルで取りに行くか。20トリプルですね、やっぱり、ええ、まあ、そこも攻めるかというところになってくるわけですね。そうですね、ええ、18トリプル取りました牧野。ああ20クローズ。逆に牧野選手はどっかでギャンブルを起こさないと、はい、展開を変えられませんからね。今の展開の変え方は成功だと思います。17一発でトリプルです。17にプッシュする。そうすると先ほどと展開が変わりますからね。はい、点差は6点、坂口がオーバーしています。ただ牧野がすぐにオーバー。まあ、今のちょっとイージーでしたね。ちょっともったいなかったかな。もうこの中盤以降ってこのワンスローの重みっていうのは本当にありますね。そうですね、シングル入ってるか入ってないかで全然あのゲームプランも変わってきますからね。はい、坂口の心拍数徐々にまた上がってきています。170手前。トリプル18カット狙いました。坂口選手の場合には18確実に2本シングル入ってますんで、はい、結構大きいと思いますよ。これで比較的楽な展開になってしまいましたね。はい、まずはプッシュを狙う。もうこの点で逆転ですから、はい、しっかり入れて、これでクローズ、はい、また、まあ、今のこの球入らなかったですけども、ええ、まあ、あれで入ってれば坂口選手のまた優位性というか、はい、っていうのが出てくるんですけどもね。ここ一発のトリプルが決まりました。ただ加点はなりません。点数的にはね、まだ大きく離れてるわけじゃないですから、まだチャンスもあるんですけどもね。うん、ただこのやっぱりリードした状態でもうあとはプッシュだけというところを作れた坂口。そうですね、うん、先ほど の2レグ目のクリケットからやっぱりプッシュが綺麗に決まっているので、はい、やっぱり辛いですよね。うん、特に今回は牧野選手は高校からスタートしているんで、はい、うん、これで16取りました。うん、落ち着いてますね。はい、クローズです。まあ、ですがこう常に選択肢がある状態なのは坂口なわけですね。そうですね、まあ、ダーツ3本の中でこういろんなパターンで攻めていけるっていうのは、はい、今の坂口選手、はい、で牧野選手の場合にはその3本のダーツがもうある程度決まってしまっているというか、選択肢が少ない状態でゲームを運ばなければならないっていうのが難しいですよね。うん、クローズです。あ、決めてきました。最後はインナーブルに突き刺しました。坂口幸恵、牧野に対してストレートの勝利となりました。それでは両選手です、ね、あの立ち上がりから素晴らしいと思います。では牧野選手いかがでしたでしょうか。はい、こんな機会をいただいて本当にありがたいなと思う気持ちも半分、とってもストレートで負けてしまうというとても恥ずかしい感じなんですけれどもでもなんかこれから頑張る力に変えていこうと思って、この試合の数字を決めていたので、
この悔しさをバネにちょっと頑張ろうかなと思えたので、今日は坂口選手と試合できてよかったなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。では坂口選手お願いします。ちょっと団体が違うプロの牧野選手とやっぱ対戦することなかなかないと思うのですごく緊張したんですけど、これもいい経験に捉えてこれからもいい結果が出せるようになればなと思っています。ポイント版ではお二人は初対決ですね。初対戦ですね。やっぱり違いますか、初対決。全然違います。やっぱジャパンの選手の方々とやるよりすごくより緊張感があるというか、はい、やっぱ人気もあるしメンタルも強い方だと思ってるんで、はい、私は打たれたらどうしようというか、はい、1個取られたらもうやばいっていう気持ちでこう対戦してましたね。だから良かったです。今日はいい機会があってありがとうございます。ありがとうございます。それでは戦っていただきました両選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。